こんにちは、速稼塾の久保です。オリンピックの森会長の失言、こちらの方への辞任を要求する、そういった声が止まらないわけですけども、まあ、一部ね、森喜朗さんの人格否定とか個人攻撃になっている部分があって、それはちょっとやりすぎかなと思うんですけども、まあ、擁護する派の考えとしてですね、今まで7年間にわたってこのオリンピックをね形作ってくれたと、その功績を忘れて、森さんの失言を取ってね、いつまでも辞任を要求するのはいかがなものかというね論調もあるんですけども、まあ、確かにそういう面はあるんですが、私の考えとしてはね、その7年間にしても誰かに頼まれてやったのかなと、森さんが自分でやりたくてやったんじゃないかなと、そしてそうであるならオリンピックに関わる人にもっともっとね尊重心を忘れてはならなかったんじゃないかなと思う意味で、結局その7年間のロークがね吹っ飛ぶくらいのことをしたんだっていう、そういう自覚は必要だと思うんですよ。これは森さんを擁護する人にも私は思いますね。どんだけ素晴らしいことをやっていても、たった一瞬ですよ、たった一回の人を冒涜するようなことで簡単にですね人の人生は壊れていくんですよね。そしてそれを取り戻すのは容易なことではないってことなんですよ、だからそれはね、森さんはね昔からそういう失言を繰り返してきて何も学んでないんですよね。どちらかというと周りの人があの人はああいう人だからっていうことで認めてしまってるんですよ。暴言を認めていいんでしょうか。じゃあ暴言じゃなくてね、暴言ってのは分かりにくいんで暴力にしましょうか。会うたんびに人をぶん殴る人、昔からあの人はそういう人だからでいいんでしょうかね。だって暴言っていうのは人の心を傷つける意味で見えないけれども、それはですね瀕死の重傷を負ってる人もいるわけですよ、あの言葉で。それについて思いを馳せずに森さん擁護論っていうのは私は成り立たないと思うんですよね、だから森喜朗さんはオリンピックの代表さえしなければね、もうすごくいい人だと思うんですよ。それこそユーモラスでちょっと口が過ぎるおじちゃんだと思うんですよ、83歳のね。でも立場あるところから、いわゆる山の上からね発する言葉ではないですね。それは多くの人を失望させて傷つけて、それこそねボランティア活動するぞっていう人が、え、あんな会長のいる組織のボランティアすんの、何考えてんのっていうふうな、そういうふうなね、せっかく意欲に燃えた人まで批判の渦に落としかねないってことをしてるんですよ。でもやっぱり森会長が今度はね別の意味で、たくさんの人を尊重するようなね、たくさんの人を築き上げるような癒すような言葉ばかりを発信したらどうでしょうか。ちょっとしたミスあってもそれは森さんはね守っていこうよってなると思うんですよ。結局森さんは潜在的にかなり嫌われていたから、あの失言がどん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 ね波紋を呼んでるんだと思いますよ。それこそあの森さんの一言を取ってね、これがチャンスだ、森さんを追い落とそうっていうふうになると思うんですよ。それは普段から嫌われていたからだと私は思いますけどね。どうなんでしょうかね。私はそういうふうに思いますんで、森さんには恨みがないんですけども、ただね、ああいうことを言って責められるのはそれはしょうがないんじゃないかなと思います。まあもともと私はオリンピックに何の興味もないんで、森さんが何を言おうが、森さんが何をしようがない、どっちでもいいわけなんですけどもね。私は自分の住んでいる半径2キロ以内が平和だったらまずいいかなと思いますんでね、その平和を守ることで必死でございますんで、オリンピックはまあ楽しみたい人は楽しめばいいんじゃないかなと思いますし、オリンピックに怒りを向けたい人は怒りを向ければいいんじゃないかなと思いますしね。ただね、オリンピックをやることによって余計なところに税負担を押し付けるのはやめてほしいなと思うだけでございます。そのくらいだったらやらなくてもいいかなっていうのが私の考えです。いってらっしゃい。